今日はこちらを作っていきたいと思います。奄美の父にも送るのね、4玉焼きそば作っていきます。よし、それではレッツスタート。豚バラ肉です。これ豚バラが美味しいよね。これは奄美に送るお父さんのために作った親子丼です。あ、親子丼の具です。盛り付けていきます。じゃあ、これは父に送る焼きそばです。紅生姜、絶対紅生姜は必須ですよね。紅生姜大好き。ちょっと、手でごめんなさい。よいしょ。柴犬。できました。完成。運びます。いただきます。お疲れ様です。この焼きそばのレシピは私が大好きな、尊敬する上沼恵美子さんの焼きそばのレシピを参考にして作りました。いただきます。
今、今っていうかちょっと前からずっと焼きそばにハマってるのは、この上沼恵美子さんのレシピを、焼きそばのレシピを知ってからもうめっちゃハマってます、焼きそばに。上沼さんのレシピはすごい簡単やけども、簡単で美味しい、そういうレシピがいっぱい動画に上がってます。ちょっと調子が良くなったらお好み焼きの方も動画にアップしてくれてるので作りたいなと思ってます。上沼の恵美子さんはもう大好きで、私もうあの人の天才、レジェンドです。おしゃべりクッキングがもうなくなってしまって、うわもう見られへんのかな思ってたんですけど、エミチャンネルって言って YouTube を始められて、もうめっちゃ嬉しかったです。なんか上沼さんも柴犬をお迎えして、女の子の柴ちゃんでめっちゃ可愛くて、スモモちゃん、スーちゃん、なんか私も柴犬、柴犬がすごい好きで、上沼さんがあの柴犬をお迎えしたっていうスーちゃんを YouTube で紹介してる時はめっちゃ嬉しかったです。なんかテンションが一人で上がりました。ごちそうさまでした。あーちゃん、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 あーかしかいにゃあーちゃん、あーやーちゃん、あーちゃん、あーちゃん、あーちゃん、ごはん食べようか。朝ごはん食べよう、カーズ。うん、ね、ヨーグルトにする、牛乳にする、ごはん食べよっか。はいで、はい、あーちゃん、はい、あーちゃん、はい、あーちゃん、しっかり、あーしっかり、あずき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 、かわいい、あーちゃん、ごはん食べようね。食べようね。賢いね。賢いね、あーちゃん。ご飯食べよう。ちょっと待ってな。かわいいね、にが。